仕方ねえ。牛はまた今度にしよう。また今度にしようって言いながらバリバリ倒してるけどね。もうこれだけあれば、しばらくの。飛びピッタ。ええー、寺院が、寺院がある。洞窟に行ってないのに寺院がある。もう見つけちゃった。ちょっと待って。展開が早いよ。展開が思ったより早い。あかんて寺院は。いや、ちょっと待てよ。やっぱでも俺は、この興味を抑えることができない。ってことで、寺院。さあ、このパートは寺院に行ってくるパートだぜ。さあ、ステーキ5個もあれば十分だ。寺院の問題は、もうここまでは攻略済み。だけど俺、実際行くの初めてかもな。あんまりこういうシングルプレイとかはやんないから。うわー、本物だ。あれが寺院か。なんか半分欠けてない？それとも何？横向きになってるとか。冗談でしょ？これ、寺院じゃないよとか言ったら、本当にもう、俺許さねえぞ。この小さい、こういう向きだ、こういう向きだ。待って。すげえ。待って、これでもうなんか早速ダイヤとかゲットみたいなことになるよね。あぶねえ、あぶねえ。ここどうだ？大丈夫だ、ここはいける。ちょっと階段掘りにしていきます。よいしょ、こんな感じ。やったぜ、一番最初に寺院に行っちまったぜ。 洞窟よりも先に寺院行くなんて、俺ぐらいじゃね。さあ、まず危険な、これを壊して、で、みんなチェストを取ると思うんだけど、最初にね、やっぱ必要なのはね、TNT だと思うんだ。これね、多分いつか使える日が来ると思うんだよね。よいしょ。おっと、4時半の鐘が鳴っている。ってことで、うわー、うわー、目標はダイヤ。ダイヤさえあれば超喜ぶ。今日行こう、行こう、行こう、スリーツゴー。うわ。 いや、大丈夫。あのね、どんどんレアになっていくのが動画的にも美味しいから。これ、ダイヤ来たー。めっちゃ強え、待って、これは手に入れていいのと悪いのがあるぞ。どうしよう。待って、これは、このエンチャント本は、あれだわ、なくなるといけないから、ここに入れたままにする。これ桜苗木。竹本で追加された桜です。で、来い。やったー。これはやばい。耐久力もあるし、最高、超最高。なんだよ、俺すげえいいところ見つけたな。チェスト取りたかったけど、まあいっか。チェスト取ってこう。さあ、あの太陽に聞いてみよう。俺はどっちから来たんだっけ。そうだ、この半分が見えるとか言って、あっちだ。しかもステーキ焼いてる。一応サボテン取ってきます。なんでサボテンかっていうと、サボテンはですね、例えば、じゃあいらないもの、例えば観察場を投げたらなくなりますみたいな、アイテムのゴミ箱みたいなのにも使えるし、あれ 使えるしって言って終わった。そっか、俺 1.7.10 だからできないのかな。まあ、ちょっとモッドの関係で 1.7.10 ですけど、楽しんでいきましょう。イエイ。なんだなんだ、ちょっと寺院見つけてからテンションがおかしい。鉄をかまどに入れたから早速行こっか。ってことで、まず石炭掘りに行こうか、みたいな感じで。じゃあ、質問コーナー、質問返信コーナーやっていきたいと思います。ちょっと見ながらやるんで、あやふやになっちゃうかな。やっと真面目に続くマイクラ実況が見れるのか、嬉しい限りです。 この人には本当に謝らなきゃな。なんだこれ、すげえ。おお、すげえ。こう入っていきましょう。なんだろう、
なんだっけ、行こう行こう行こう。あと PC は自作ですか？自作だったらメモリー容量とハードディスク容量を教えてくださいって来ました。と、まあ、まず自作です。これは僕が1年半前ぐらいに作ったやつなんですけど、前とはだいぶスペックが変わりました。最初はなんかちょっと専門的な話するとインテルコア i5-2500 だったんですけど、それから今は 4690S っていう超消費電力が少ないやつになりました。まあなんでそれにしたかっていうと、そうですね、僕は家計的なんで。あとグラフィックボード、まあ、ビデオカードですね、それは GTX750 です。まあ、それもかなり消費電力の低いやつです。750は本当におすすめ、マジで。あの消費電力がすごい少ないに少ない割にかなり動作がいい。あのなんかやっぱ進化が続いてきてるんだよね。だからもう日本だけじゃないけど、なんかもう消費電力が少なくてもゲームが快適にできる時代がやってきたってわけですよ。匠もお喜びの様子。次、カットオールとマイオールは入れないんですかって来たんですけど、いや俺も正直迷いました。でもなんかなんだろう、今のところはリアルさを追求してるから、その間にはやっぱ入れない方がいいのかなって思ってるんですけど、まあもしあの入れてほしかったら言ってください。あまりに良ければ入れます。俺もコメントでなんか影モッドが見にくいとか嫌だとか来たんですけど、もうそれももし多かったら影モッドは取ろうかなって思っております。お、ドクサ、あ、これ、あ、行ったところだけど石炭だけがあった、ラッキー。好きなモッドなんですかって言われたんですけど、オプティファイン。やっぱオプティファインないとやってらんないですよね。そういうモッドじゃないと。あ、お、なんか見覚えのあるようなないような。さあ行ってみようか。うおー、ゾンビの声がする。もしかしてこれもう洞窟探検につながるとか。うお、あ、でも石炭ある、ラッキー。おっと、コウモリかよし、あ、これあれば、これだけあればもう絶対に鉄めっちゃ作れるね。質問返信はそんぐらいかな。まあ、あったちょっと待ってね。まあなんで最新バージョンにしないんですかって来たんですけど、まあ俺もできればしたいけどモッドのバージョンが合わないんでこのままでいきます。まあ1パート目にもらった質問を読み上げてたんですけど、他にもなんかいろいろ質問とかあるから、それはまた次回に持っていきたいと思います。最後にじゃあこちら、毎日投稿を期待してるので高評価ありがとう、ありがとう、マジで期待しててね。だから期待してほしいから、もうコメントとかも高評価とかよろしく、本当本当お願い。もうで、ついでにチャンネル登録もよろしく。それだけが俺の元気の源です。もうなんかね、やっぱね、そういうのコメントとかもらったり高評価とかもらったり、なんかチャンネル登録とかされるとなんかもうやる気が出るんだよね。あのパート1のコメントなかなか多かったんで、もう俺今すげえやる気出てます。あ、待って、もうこれでいいや。あ、夜じゃね、これはやばい。よし行こう。だからみんな、俺がちゃんと続けていけるためにもっていうのはちょっとなかなかおかしいけど、まあこの実況のために、俺のために、みんな高評価コメントチャンネル登録よろしく。アドバンスポケモンかアドバイスとか受け付けてるんで、もう全然もう何の言葉でもいいです。あのもう
褒め言葉とかもらってるんで、もうかなり最高です。もう俺のテンションはマックスで満ち溢れてます。もうおかしくなっちゃって、あ、ちょっと肉も欲しいよね。あ、これだけ、これだけあるなら石、あ、ある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 、かまどをもう一個作って、石炭は思ったより、みんなが思ってるより全然たくさん焼けるから、こんな感じでいいね。すっげえ完璧じゃん。うわ、鉄だ、鉄だ、うわ。さあ、畑、畑もなかなかなってる。ちょっと収穫しよう。だだだ、おっす。やっぱね、いいね、毎日更新ってこうやってなんか日にちごとになんかたくさんコメントもらえるじゃん。なんかもうすげえやる気になる。あと次何してほしいとかどんどん送ってください。俺もなかなかそういうのないんで。あ、でもやっぱ次はガチの洞窟冒険に行こうかなって考えてます。あといいコメントだったんだよね、なんかね、俺も共感できるようなコメント、まあ全部いいコメントなんだけど、あの和風の建物を作ってくださいってあったんだけど、俺がまさに竹もっと入れた理由がそれで、あの和風の施設を作りたいんですよ。なんかそういうのが好き。影もっと、影もっとかける竹もっとは最強ですからね、破れないよ。和風に影とかめっちゃ綺麗じゃん。じゃあもうちょっと防具を極めてから洞窟探検に行きたいと思います。お、めっちゃ効いてきた。よし、これで困らないだろう。からのよし、フル鉄だぜ。で、これでバケツを作ってマグマをできれば持って帰りたいなみたいな感じで、うわ、フル装備最高。あ、でもこっち側あれか、砂漠か。砂漠ははっきり言って何にもないから、こっち側のところに行きましょう。洞窟楽しみだとか言ってとか言ってかなり洞窟危険だし、自分のこの今の鉄装備とかも落としたらすげえ悲しいから、なるべく控えめとか言いながらもうガツガツ行くわ。ガツガツ行かないともうダイヤも取れないしね。洞窟ねえな。なんか新しい地形に出たっていう。うわ、あれは、あれはもしかしてベターダンジョンズで追加された、あれは相手の城。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録がお済みでない方はこの機会にぜひ登録していってください。登録するとより動画が見やすくなります。スマホやタブレットで見てる方は画面右下にあるチャンネル登録というボタンを押せば登録ができます。パソコンの方は画面左下の登録ボタンを押せば登録ができます。それではまた次回も見てください。